そう、それがさ、なんかもう恐ろしく変なものなわけよ。なんかこう、でかいおじいが吐くみたいので、なんかこう、えっ、やっぱ見たことあるな、ケイちゃん、ヨウタのそのパンツ泣くよ。何しゃべってたま、お店出すためにお兄ちゃんお金貯めて偉いねって話をね、みどりちゃん。そうよ、食費浮かすためにさ、うちの残り物を全部持っていくとか、市場のおばあたちにもやしからパンツまでもらってるとか、そんな話は全然していないよね。ああ、言ってないよ。あとあの車はうちからタダで持ってったとか、あの部屋は物置だったの改造して3000円で借りてるとかよ。全然言ってないよ。あ、それからあのベッドは診療所の取り壊しの時、夜中にこっそり持ってきたんだよ。そうだったの。ケイちゃん だけどやっぱり兄弟だね。バレ顔なんかそっくりさ。あんたたち本当に同じ顔して笑ってるよ。ああ、本当ですか。もうやん。ええ、お前それどういう意味か。なすいませんね、お客さん、うるさくて。あ、いえいえ。おかわり作りましょうか。あ、じゃあもう一杯。あ、じゃあ俺が。お願いね。兄さん、昼間市場で配達してる人だよね。あ、はい。そう、店出したいんだ。若いのに偉いね。別に偉くなんかないっすよ。そうですよ、本当に店出してから偉いって言ってやってください。あがなんで、ニーニー、これ以上私のこと傷物にしないでくれる。大げさだな。見てくださいよこれ、小さい時にニーニー階段から落とされたんですよ。4針も塗ったの。本当だ。何言ってるか、自分で勝手に転んだんだろう。違うさ、ニーニーが追いかけてきたんでしょ。お前覚えてるわ。覚えてないけど覚えてるよ。何それ。痛かったのは覚えてるってこと。執念深いな。執念深いよ、ニーニーに似て。おー、大森。ええー、大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。すみません。ああ、大丈夫か。すみません。ありがとうございます。はいはい。ああ、赤いよ。すごいでしょ。ああ、ありがとうね。それでは皆さん、こちらに。発表します、はい、じゃーん。ナンクル、ナンクルないさ、あのナンクルなんとかなるさってね。めちゃめちゃニーニーっぽい。お前どういう意味か。ちょっとみんな、ナンクルか、商売敵だな。よく言いますよ。まあみんな座って座って。このいつもの俺の力作、これ。従業員は当分は一人で。大変だろ。人雇うとお金もかかるさね。いいね。だから私学校から帰ったら手伝うって言ったさ。お前はそんなことしなくていいよ。そんな暇あったら勉強しれ。なんで？いつも言ってるさ、勉強できるんだから大学行かないともったいないって。俺はこの美貌と体力で人生乗り切ってるけどさ。ビーボー？ビーボーよ、ビーボー。まあ、とりあえず乾杯しよう、乾杯。ケンちゃんは？ああ、実習で遅れるから先にやってて。ってじゃあ、ヨータ、うん、それじゃあ、ただいまご紹介に預かりました。誰も紹介してないから。私、荒垣陽太郎でございます。16の年から本当に来まして、苦節、何年でもいいよ。まあ、とにかく皆様のおかげで店を持つことができました。マスター、みのりさん、本当に今までいろいろ教えてもらってありがとうございました。本当にありがとうございました。これまで多々苦労はありましたが、もう長いよ。飲もう飲もう、早く飲もう。乾杯。ありがとう。
すいません、今日はまだ開店明日からなんですけど。ここで何やってんだ。どういうこと。それがよくわからないんです。お店の本当の持ち主って人が急に来て、お店売った覚えなんかないって。そんな。あそこ取り壊して新しいビル建てるんだって。亀岡さんはなんて言ってるの。全部亀岡さんにやってもらってるんじゃ。それがよ、行方がわからないんだって。会社も電話番号ももう使われてないって。それって。あ、陽太くん、やられた。見事に騙されたさ。大失敗。